カーネーションは、なでしこかなでしこ族の多年層。日本での別名に、オランダなでしこ、ジャコーナでしこ、オランダ石竹など多々あり。原産は、南ヨーロッパ及び西アジアの地中海沿岸と、言われている。カーネーションという名前の由来には、諸説あり、肉の色の花という説や、ウィリアム・シェイクスピアの時代に、冠飾りに使われてこれが点火したなどの説がある。 ルドゥーテのカーネーションの植物が地中海沿岸から西アジアの原産ゆえ古くから可憐な歌謡を愛された。イスラム世界ではバラやチューリップと並んで愛好された植物である。イスラム教では偶像崇拝が禁止されているため、モスクなどの装飾には人物及び動物表現が寄避され、アラベスクという幾何学模様や草花の模様が使用された。 このアラベスクの衣装に、カーネーションの花はしばしば使用されている。17世紀には、イギリスやオランダで300種以上の品種が見られ、フローリストたちによって栽培され、大きく進展を見た。18世紀を通じて品種が増え、やがて、ショーカーネーションが生まれ、これが19世紀の主流となった。この花の特徴は、花弁の円の虚子がなくなり、花弁の配置を、 何学的な成形に近づけたもので、現代のカーネーションとは異なっている。この時代にはまだバラの品種改良もそれほど進んで、おらず、カーネーション、オーリキュラ、チューリップは時代の先端を行く園芸植物であった。19世紀中頃になると、フランスでの育種が進み、1840年にダルメイスがパーペテュアル系を作出すると、 さらに1857年にはやはりフランスでマルメゾン系が誕生した。これらが現代の営利用カーネーションにつながっている。母の日にカーネーションを送る風習は20世紀初頭、米国のアンジャービスがボーボに白いカーネーションを備えたことに始まる。2013年には農業、食品産業技術総合研究機構科機、研究所などが カーネーションのゲノム解読に成功したと発表した。従来な色や病気に強い品種の開発に応用できると期待されている。日本には、江戸時代初期以前に輸入され、アンジャベル、または、アンジャと呼ばれた。教法年間に出版された、チキン小録には、徳川家光の時代昇法年間に、オランダからカーネーションが伝来したと書かれている。しかし、 この時には日本に定着せず漢文年間に最伝来し、14種の品種が紹介された。この時期に書かれた花壇項目にもアン・シアベルの名で記録されている。法暦年間の1755年に表された絵本屋山荘にはなでしこなどと共に紹介されている。その後、1909年に米国シアトルに在住していた沢田が帰国の際に、 ホワイトエンチャントレス、ピンクエンチャントレス、ビクトリー、ローズピンクエンチャントレスなど他にも2から3の品種を持ち帰ったが、栽培法に精通しなかったために生産化には至らなかった。後に、土倉隆二郎が近代的栽培技術や体制を構築し、新しい品種を生み出して、日本にカーネーションを定着させ、この業績によって、カーネーションの土と称されるようになった。 土葬は犬塚拓一と共に1936年、名著、カーネーションの研究を上司している。現在、カーネーションは菊、バラと並ぶ、生産校を誇る、柿植物であり、ハウス栽培で、周年供給している。しかし、最も需要が伸びるのは、母の日の5月前後である。また、切り花のイメージが C が最近では、鉢植えの品種も普及している。 カーネーションの市町村別生産額は長野県と愛知県が高い。国内生産量と中華人民共和国やコロンビアなどからの輸入量は2012年時点でほぼ同程度である。農研機構は国内のカーネーション栽培を支援するため見た目の美しさや切り花にした後の日持ち、胃腸細菌病への耐性などを増す品種改良を進めている。 母の日ギフト用にディスプレイされたカーネーションの様々な品種石竹との交配種で、石竹の強権差をカーネーションに取り入れており、庭植えが可能である。反対完成の秋巻き一年草として扱われ、9月に種をまくと、翌年の5月から6月にかけて開花する。ジャイアントシャポー、アンファンドニースなどの品種があり、仏花や切り花用に作られているが、 日本のフードではやや栽培しにくく、あまり普及していない。ありがとうございます。